こんばんは、スタジオ湖北です。さあ、2015年9月9日水曜日、まずは気になる台風18号の状況からお伝えします。大変、ね、強い雨台風と言われているこの台風18号なんですけれども、滋賀県では先ほど午後7時49分再びこの湖北を中心として大雨警報、土砂災害、ね、が発令されています。1時間の最大雨量が40ミリという地域もあるということで、10日明日の明け方まで引き続き土砂災害にご注意くださいということですね。で、高久君、今ここに滋賀県の、ね、防災土木、そうですね、こちらです。滋賀県土木防災情報システム、こちらのホームページアクセスしていただきますと、県内のいろいろね、気象やそれから河川の水位の状況などが細かくチェックできるんですね。注意報や警報、特別警報などの発表状況ですとか、特定の河川にはこう防災ライブカメラが設置されてましてね、刻々とリアルタイムで水位 の、ね、変化などが分かるようになっているんですね。レーダーの雨量などもこちらで観測できますので、ぜひこちらの方で、ね、最新の情報をアクセスして、チェックしてくださいね。パソコンだけでなく携帯電話やスマートフォンからもチェックしていただけますので、引き続き、雨が降り終わってもその後、ね、また川のこう水が、ね、こう増水して、はい、浸水とか土砂災害の危険っていうのがまだまだありますので、決してこう用事がないのにね、外で歩いたりということのないようにくれぐれも安全ご注意ください。はい、さあ、それではね、週末の湖北な風景から参りましょう。まずはジミちゃんから、はい、お願いします。じゃん、お、あ、はい、出たー、うん、これ毎年恒例の、うん、9月5日の土曜日に、はい、はい、アザイ文化ホール、アザイ文化スポーツ公園で開催されました、うん、長浜アザイあっぱれ祭り、今年何回目、今年で第16回、あ、そうということを聞いてます。はい、うん、出場チームがですね、うん、25チームだったと思うんですけれども、で総勢800名以上の方がこの祭りに、うん、よさこい祭りに参加されました。うん、でこれはビアの国豪さんの演舞がこれ待つと写真で写ってるんですけども、うんうん、これは滋賀県の各地、うん、各皆さんがですね、うん、大勢集まって、うん、一つの団体としてあっぱれ祭りを、はい、でこの前北海道のよさこい祭りにもこの方々が、うん、参加されて、あ、なのね、はい、精鋭チームって感じですね。そうですね、はい、さあ、そしてこちらは、うん、はい、前原市のチームである大海商人さん、こちらも、うん、ファイナルまで出場されました、ね、今年は、はい、皆さんこうねえ、かっこいいね、かっこいいですね。この日天気は良かった、はい、めっちゃくちゃ良かったです、良かったね、はいはい、暑い中ね、去年はね、夕方ぐらいから雨降ったんですけども、うんうんうん、今年はもう、まあ、最後ちょっと曇ってどうかなと思ったんですけれども、うんうんうん、きっちり、雨は降らずに、あ、すごいね、はい、皆さん晴れ女晴れ男さんだ ね、後ろの方に映ってる大料金ですか、あ、はい、これだと好きなんだよ ね、うん、迫力あるよ ね、踊りだけでなくて、ね、ちょっとこの写真は残念な写真になってます。いやいや、その旗が少しこう、あ、ジミちゃん的には、はい、あ、そう、綺麗だと思うけどな、きっちり映ってないので、あ、そうなんだね、はいはい、さあ続いてが、はい、こちらは私の大好きなチームの、うん、アザイ満天さんです。好きだね、はい、はい、ね、この近くね、はい、長浜市の、そうですね、こちらは長浜市出身、まあ、うん、浅井町、昔の浅井町のチームで、うん、はい、これ今回はどこがあっぱれ大賞を取ったんですか。あっぱれ大賞はブーマー香織さんが取られました、はいはいはい、で去年を取った年とピンクチャイルドさんが2年連続して優勝されてたんですけども、うんうん、今年は、うん、ブーマー香織さんが、あの彦根のチームですね。そうですね、はい、長浜のチームはどうでしたか。長浜のチームはちょっと今年は、うん、あら、はい、そうなの、はい、ね、天部静かったっけ、私好きなんだけど、そうですね、これあのデータ見てると準大賞だったね、あ、はい、そうですね、あ、そう、はい、はい、そしてもう一枚ね、はい、こちらが先ほど話が出ました、うん、彦根市のチームのブーノマーコネさんですね。やっぱ皆さん衣装も凝ってますね、はい、踊りももちろんだけどね、そして夜かな、あ、はい、キレキレ、うん、こちらはあの今回は、うん、あの銀シャリさんが、はいはい、出ておられまして、ね、また花火もありましたか。花火もありましたね、はい、1日いたんですか、じゃあジミちゃん、私は8時頃から7時半ぐらいまで、うわー、すごい約12時間はい、約12時間あのこれ、うん、
ここだけの話なんですけども、うん、あんまり広めると皆さん来られるとあれなんですけども、うんうん、私円っていうチームが大好きなんですけど、ね、さ一番最初に映った、はい、北海道大学院、うんうん、あの方たちが朝予行練習されるんですよ、うん、でそれもこれあの朝井のアッパル祭りは大体9時半ぐらいから始まるんですけども、うんうん、その前にその円のチームが予行練習されるんですけども、その時はほとんど観客なしに見れるのでシャッターチャンスがたくさんあって、かぶりつきで撮ってるかな、ね、はい、あのご覧いただいた方は分かったと思うけど、はい、ね、着てるものを最後までパーッと見て、はい、赤の衣装でパーッと ね、 ね、そうです、はい、迫力あるよね、はい、ですね、はい、ありがとうございます、はいはい、さあそして続いてもジミーちゃんからですね、はい、続いては、まあ、今日のね、あの台風なんかにも非常に関係あるんですけども、ね、はい、はい、今回のこれはですね、その翌日の9月6日の日曜日に、うん、平成27年度滋賀県総合防災訓練というものが、うん、開催されました、うん、で滋賀県の各地域で、開催されてはいるんですけれども、そのメイン会場が、うん、この日が、前原の東口駅で開催されまして、ねえ、朝方結構ヘリコプターとかいっぱい音も聞こえますね。そうですね、この長浜あたりも結構飛んでましたし、うんうん、実は知事さんも県知事さんもですね、うんうん、大津の方からこの前原までヘリコプターで駆けつけてくださったりとか、これ一体どういう目的でどんなことされてるんですか。はい、こちらはですね、各防災機関、関係団体、企業、地域住民および児童生徒との参加のもとに、うん、総合防災訓練を実施しまして、災害時において関係者が連携をしまして、迅速かつ的確に対応できる体制の確立と県民の防災意識の高揚を図るということで、うん、今回そういう目的で開催されております。素晴らしいね、もうデータ通りやね今、はい、棒読みしました、はい、この今写ってる写真はですね、はい、こう空気を入れてこうなるんですけども、普段はまあ、畳めるんですけども、うんうん、こういう災害があった時に、はいはいはい、雨水をしのげる、うんうん、でここに食料を置いたりとか、うんうん、こうする、はあ、そうなんそう、なんかね、ぷよぷよしてるなと思ってさ、はい、見てたの、これいいですね、いいですね、普段かさばらないで取っておきなのでね、はい、いざという時に、あ、そうそうだね、備えあれば憂いなし、そうですね、はい、いざという時ね、はい、ありました、はい、ジミちゃんありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。さあそしてもう一枚ね、秋の風景ご覧いただきましょう。これ何してるとか分かる人、めぐちゃん、これなんだ、 畑稲刈り、稲刈り、はい、ハルムの正解です、田んぼだよ、こちらで、ね、9月5日の土曜日に予後校のね、周りの田んぼで行われていた稲刈り、これ私が撮ってきたんですけど、まあ、台風の影響でね、その後数日ね、今日までずっと雨だったので、この日こうもうやってしまおうということでね、結構県の各地で稲刈りされてたんですよね、はい、まあ、昔ながらのね、手で刈るっていうところやっぱり少なくて、こういうふうにね、機械を使ってということが多かったんですけど、うん、その後もほらもう水気吸っちゃったから、こうなんか神戸をボワーンってね、重く垂れてる稲穂が目立ってる、まあ、明日以降はねちょっと雨も止むと思うので、また今週末あたりからね、稲刈りの風景が見られるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、この番組でもまた9月の下旬にね、地の酒プロジェクトさんが稲刈り体験なんていうね、そしてバーベキューなんかもあるということなんで、手で買ってみたい方はぜひそちらを ね、ちょっとご参加いただければなと思いますということで、以上湖北な風景のコーナーでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあそれではここからはね、毎月第2週目と第4週目は長浜市の職員さんに生出演いただきまして、長浜市のいろいろな取り組みをご紹介いただきます、長浜チャンネルのコーナーです。さあ今週はじゃあカメラさんね、今日はこちらです、じゃん、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、ズズズズズズと、じゃあ、お、素晴らしいですね、カメラさんもうちょっとだけ私の手元に、そうです、スマート国勢調査インターネット回答、おお、ということで今日はこちらの話題をご紹介いただきます、はい、じゃあこれちょっとね元に戻しまして、もうさっきからねオープニングからずっと大きなねポスターを持って待機してくださっています、それでは長浜チャンネルのゲストをご紹介いたします。長浜市総務部総務課からなんと課長さんが登場してくださいました、小川幸雄さんです。こんばんは。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
さあ、総務課っていうとまず小川さん、はい、どんなことをいつもされてるんですか？セリフになかったこと。ごめんなさい。まあ、あの総務っていうのは、うん、あのまあ、いろんなことをやっとるわけですけれども、はい、うんうん、今回の国勢調査の担当ですとか、うん、 あるいはあの今ちょっと話題になっておりますマイナンバー制度の担当ですとか、あるいはあの、まあ、ちょっと形は違いますけれども、うん、選挙管理委員会の関係、あと、まあ、あのそれぞれ、文書放棄ですとか、うんうんうん、いろんなことを、まあ、幅広くやらさせていただいております、まあ、あの市役所の中の縁の下の力持ちみたいな、うん、そんな形でございますので、本来出てくる立場にはないんですけども、はい、まあ、今回はあえて、出てまいりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、あのね、この冒頭にもありました国勢調査の、はい、まあ、シーズンということですね、はいはい、まあ、ちょっと改めて国勢調査ってどんなんだっけなっていうのでご紹介ください、はいはい、あの国勢調査っていうのはあの5年に一度、まあ、日本にいる方々を、うん、まあ、あの国籍とかそんな全く関係なしで、うん、全員を、まあ、調査しようということで、うん、その基準日っていうのが10月1日になっております、うん、はい、で今年の10月1日を基準日といたしまして、まあ、そのまあ、例えば長浜なら長浜に、うん、まあ、3ヶ月以上今後住んでいこうとしている人、はいはい、あるいはそのタイミングでもう3ヶ月以上住んでいる人とかを対象に、うん、全員を、まあ、くまなく、うん、まあ、調査を入れるというようなことで、まあ、一番基本的な調査となっておりまして、はいはい、その国の、まあ、いわゆる人口ですとか、うんうん、あるいはあのどういった世帯がどういった形で暮らしておられるとか、うん、あるいはまあどういった職業に就いておられて、うんうん、まあ、どういったような生活をその関しておられたかといったような基本的な一番肝心な調査となっておりますので、うんうん、皆様方のご協力をぜひともお願いしたいというようなことでございます。もちろん私も何回か今までね、はい、そのデータ書き込んだ経験 あるんですけど記憶あるんですけど、この国勢調査で取ったデータ、まあ、結果というのはどういうふうに生かされるんですか？まあ、一番あの多いのはですね、はい、福祉関係ですとか、うん、あるいはあの雇用の関係ですね、うん、はい、でそういったものがあのしっかりと出てまいりますので、うん、例えばあの前回初めて長浜もちょっと百何十人かなんですけど、うん、まあ、人口が減ってたりとか、あるいはあの高齢化、うん、世帯の方がどれくらいあったとかっていうのは、うんうん、まあ、日々の調査でも分かるわけですけれども、うんうん、やはりその時の定点観測というか、うんうん、そういうことの中ではっきりと5年に一度にこういった動きがあったというようなことが分かってまいりますので、うんうん、それをまた元にして今後どういう形の施策を取っていくかというようなことをまあ考えていく一番の基本資料になりますので、未来の、ね、はい、施策作りに生かされるということですね、はいはい、分かりました。さあ、そして今回初めての、はい、まあ、試みというか取り組みがあるということで、はいはい、ね、あの冒頭からすごい大きいポスターね、お持ちいただきました、はい、もう一回ちょっとじゃあそれ見ながら、はい、お願いします。まあ、できれば藤原紀香さん呼んできたかったんですけど、はい、ちょっと予算の関係で、はい、ポスターというのがいいですよ、もういいですよ、はい、はい、うん、まあ、みんなで見てます、はい、見てます今、はい、一応の織田信成君が、うん、まあ、若手に、はい、訴えかけ、はい、で、まあ、高田純次さんが、ね、まあ、主婦層に訴えかけるというようなことになっているようなことなんですけど、オブジェクション異論あるけど、まあ、いや、まあまあ、はい、そんな中で、はいはいはい、頑張っております。で今回スマート、まあ、スマートってついた原因がですね、うんうん、はいはい、実はあの今回 の国勢調査20回目なんですけれども、はい、歴史が古く、うん、で初めてあのインターネットでの回答を、うん、まあ、受け付けようというようなことになりまして、ね、はい、でまあ、あのスマートとスマホといろんなことをかけて、うんうん、はい、この今回スマート国勢調査というような名前になっております、はい、これインターネットで回答することによってどういう利点、はい、メリットがあるかというと、まあ、うん、あの回答していただく方にはですね、うん、あのまあ、いろいろ名前から住所からいろんなことを書いていただく、うん、個人情報ですよね、はい、うんうん、ね、まあ、それ手間が案外とこう、うん、パチパチパチ、あるいはあの親指でこうパチパチパチで、うん、あの楽にできますの で、見やすいですよね、多分ね。それとあのなんか質問事項で、なんか忘れたことがあったら、うん、
んっていうことを、まあ、国勢調査の調査員さんに、うん、あここちょっと抜けてますけどとか言われるんですけど、うん、まあ、あのインターネットの場合はどっか抜けてたら、うん、この何番の質問がまだですっていうようなことがちゃんと表記されて、でそれに答えられて全部が OK になれば、はい、はい、どうぞ送信してくださいっていう、あの受け付けましたっていうのが出ますので、結構楽しくやっていただけると思います。あのやっぱりね、今までこうあのちょっと知らないね調査員さんなので、うん、なんかやっぱ我が家のプライバシーをちょっとこう見てもらえるのは正直ちょっとね引っかかるところがあったんですけど、まあ、そういうプライバシーもね、うん、配慮されているということで、そうでございます、ね、はい、分かりました。であと、まあ、あの行政のこっちの側からいきますとね、うんうん、あの今までの、まあ、紙の調査票、今あのおっしゃってました、はい、その調査票のデータをまた全て、うん、まあ、こちらの側で打ち込んでいくわけですけど、それをまあ国民の皆さんといいますか、回答していただいた方がまあ打ち込んでいただくわけになりますので、その分の手間が本来的には減るはずですので、まあ案外とスムーズに、あのなるだけ早めの回答が出てくるんじゃないかなってことも期待しております。もちろんコスト削減にもなるということですね。はい、さあ、じゃあそのインターネットでの回答方法をご紹介ください。はい、あのまずこの封筒なんですけれども、はいはい、これをあの国勢調査の調査員さんが各家に配っていただくことになっております、はいはい、であの一応今日から12日までの間に、うん、まあ、お配りくださいというようなことで、国の方は、まあ、指導といいますかお願いをしとるんですけど、はい、まあ、長浜市の場合結構あの、エリアが広かったりしますので、うんうん、はい、まあ、先週の土曜あたりから配っておられる方もいらっしゃいまして、はい、もうすでにお手元に届いてるかもしれません、うん、はい、でこの中にですね、はい、まあ、2枚あの書類入っておりまして、はい、あの平成27年度国勢調査のインターネット回答の利用情報ということで、はいはい、でここにね、 ID とパスワードは、これはだからそのそれぞれ違う、そうです、それぞれの皆さん、はい、全部別ですけれども、はい、これを打ち込んでいただいて、まあ、始めるというような形になってまして、はい、それの詳しい解説書が、まあ、このインターネットガイドというようなことで入っておりますので、はい、これを見ていただければ。これはいつからいつまでですか？でこれは、今日の、はい、まあ、今日と言いますか明日、うん、10日の、はい、0時って言うんですかね、午前0時、はい、まあ、このままの、うん、テレビ見ていただいて、はい、酔っ払った勢いでそのままパッと目が覚めたら0時超えてたっていう場合はもうできると、はい、であの20日の日曜日の、うん、まあ、あの0時まで、来週のね、はい、その月曜日になる手前の夜中の0時まで OK という形になっております。はい、で実はですね、はい、なんと我が家にも今日早速来たんですよこれ。それはちょっとありがとうございます。今日ね、あのお家に帰ったらピンポーンでね、あの国勢調査のものですが、もちろんちゃんとね、あの身分証明書をあの持って来られまして、でこれこれでお願いしますということで、あのお預けくださいましたんで、今晩私も早速こう帰ってから、はい、あの支度終わって家帰ってからちょっとあの飲みながらの後で、あの早速インターネットでね回答しようかなと思ってます。さあ、でインターネットで回答されなかった場合にはどういうことになりますか？はい、あのインターネットで回答いただいた方のデータが、はい、あのまあ、明くる日くらいには市の方に、うん、国からまあ届きます、はい、でそれ蓄積しときまして、うん、9月の20日が過ぎて、うん、21、22で、まあ、市の方で、うん、その回答いただいた人の紙のデータは全部、まあ、よけまして、ねはい、抜きまして、ただそのちゃんと期間はあるということですね。で抜き取って、はい、あの紙の調査票を配っていただく、その必要な分だけをまた調査員さんのところへお届けして、はい、それを、まあ、調査員の皆さんがそれぞれのまた回答いただけなかったお宅へ届けていただくということで、はいはい、もしあの高齢者の方ですとか、私らそんなインターネットできひんわっていう方は全然心配必要ありませんので、はい、あのちゃんと届きます。はい、それと、うん、あの前回はですね、あの先ほどおっしゃってたようにプライバシーの保護っていう関係がありまして、うん、全部もうあの封筒に入れて、うん、それで送り返してくださいということであったんですが、はいはい、あの高齢者の方とかが、うん、あのどうやって答えていいかわからないんで、それを調査員さんにやっぱ聞きたいと、はい、いう方もいらっしゃるということになりまして、今回はそうやってあの聞き取り調査で、聞き持ってやっかあの調査するっていうパターンで、あの皆さん
調査員さんに出してもらうっていうことと、うん、はい、でやっぱり今までみたいに知られたくないという人は、はい、あの封筒に入れてそれをそのまま送っていただくというような形になっておりまして、あのアナログとデジタルといろいろ織り交ぜた形で今回、はい、あの調査を行うことになっておりますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。はい、わかりました。その他ね、この国勢調査に関して、まあ、何かご質問ね、ご不明な点がある方は、はい、総務課の方にお問い合わせいただく、はい、長浜市役所ね、総務課までお問い合わせください。はい、ということで、じゃあもう一回その藤原紀香さん見ときましょうかね。ありがとうございます。はい、ということで今日のね、長浜チャンネルのコーナーは、今日から、あ、正確に明日から ね、回答が始まります。はい、5年に一度の国勢調査について長浜市総務課の小川幸雄課長にご案内いただきました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。また調査員の皆様どうもよろしくお願いいたします。ですね、はい、ありがとうございます。ということで長浜チャンネルのコーナーでした。ありがとうございました。どうも失礼いたします。あ、そのままお呼びしてください。はい。さあ続いてはね、今月のスタコホリコメンド空撮ビデオ参りましょう。どうぞ。ということでね、今月は空撮、これ田んぼアート、撮ったのは、あ、マフィー来てくれた、はい、これ今最後の方なんかね、はい、畑田んぼが映りましたが、あれ何を撮ったんだっけ。岩山大師、鉄の大師って言われる、うん、型をかたどった、うん、はい、やつを旧たらひめ今の三河町でやっ、うんうん、されてるんですけど、田んぼアートなんだよね、はい、ってことはあれ何であの絵ができてるの。お米です。うん、緑のとこが日本バレで、うん、黒いとこが古代米だそうです。うんうん、あ、そうか、種類変えて、はい、それで色をつけて絵ができてるんですね。この岩山大師っていうのは何かで有名な人ですよね。だからおみくじを始めたっていう方だそうです。そうそう、おみくじをね、はい、前ね、あの虎姫特集の時にねちょっとご紹介したことがあると思うんですけど、これどこから撮ったんですか、こう今の。田んぼの前、うん、そう高いところ登ってとかで、あの虎御前山とかじゃなくて、うん、には登ってないです。あ、登ってない。あ、そう、やっぱりあれね、あのなんだっけ、ドローン。ドローン、はい。いいやつだね。ここ強調しとかないと、ね。安物じゃない、いいやつは違うねっていう感じですね。はい。なんか苦労したことってありますか、今回は。うん、ちょっと風が結構きつかったんで、うんうん、下ろすべきとか、うん、あれ。大変やったな。それとその日が、虎御前山が影になってしまって、うん、暗くなるとかそんなのがあって、そっかそっか、やっぱりなかなかね普通では簡単には撮れない、
ちょっとプロの技が身についてきましたか。あれまだプロの技じゃないね。はい、ということでね、今月1ヶ月ね、これまた見せてもらいます。マフィさん、ありがとうございました、ね、以上、スタッコホリコメンドダンボアート空撮でした。さあ、それではね、ここから、今週のね、特集参りたいと思います。今日はこちらでございます、はい、特集担当はるみん、じゃあご紹介ください。はい、今週の特集、今日の特集は、近江匠、工具匠の技、米原の伝統産業で、近江真綿をご紹介します。はい、近江真綿ということで、このコーナーね、私とね、めぐちゃんと特集担当のはるみんと、そしてゲストさんね、お招きしております。じゃあちょっとご紹介していただけますか。はい、はい、今日は、まず絹のふるさと北近江ということで、まず湖北は、江戸時代より先にゲストさんご紹介しましょうか。すいません、はい、はい、今日のゲストさんをご紹介します、近江真綿振興会会長、北川キルト奉公の社長であります、北川重次郎さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。あら、あの打ち合わせの時とちょっとお召し物が着替えられて、これ素敵ですね。サムエですかね、うん、ちょっと触ってもいいですか。はい、なんかすごい麺です。麺で、色合いがいいね。はい、はいはい、お願いします。さあ、今日はね、ハルミンがもうね、もう成功傾けて取材にね、はい、大活躍ということで、はい、はい、じゃあお願いします。改めまして、はい、はい、うん、はい、じゃあ改めまして、はい、まあ、湖北は絹産業が盛んなんですけども、うんうん、まず絹本では三味線、長浜市では浜ちりめんはご存知だと思います、うんうん、で、また米原では近江真綿が、うん、盛んなんですけども、うんうん、ちょっとだけね、はい、上の方前に行こう。ちょっと今光っちゃった、はい、あ、そうはい、うんうん、はい、今回は近江真綿を取材させていただきました、うん、なんかキャッチコピーが湖北は、はい、日本のシルクロード、うん、はい、こうよく見るとずっとこう絹でこう、うん、絹産業が盛んっていうことに気づきました、うんうんうん、前もこの特集をされてたんですよね、三味線と浜ちりめん、三味線木の元のね、琴の糸とかと、はいはい、私、うん、今回初めて知ったんですけども、うん、前原でもこの絹産業が盛んということで、うん、はい、続いてきいてるんですね。はい、はい、ボリューム3ということで楽しみです。はい、はい、早速いきまいりましょう。はい、うん、ではちょっと本題に入る前に、ちょっと私が、うん、クイズを、絹についてのクイズを出したいと思います。わかりました。はい、多分みんな知らないと思うんですけどもはい、じゃじゃじゃん、はい、なぜ湖北はシルク産業が盛んなんでしょうか。はあ、何、いきなりのベーシックな質問で、はい、なぜだと思いますかね。なぜシルクばっかりが盛んっていう。シルク、ハマチリメンもあったな、うん、ねえ、むぐちゃんね、わ、うん、かるあれでも、うん、シルクってことはカイコ、あ、おカイコさんです、ね、そうだあの食べる草が多い。あ、草なんだっけ、カイコの食べる草、草でも種類ありますよね多分全部何でも食べるわけじゃないですよね。そうかそうか。あ、私ね、あれじゃない、ほら、春夏はさっきみたいな稲、うん、田んぼでしょ、はいはい、で秋冬はなんかほらこうちょっと暇になる、雪も降るから、でその間なんか別のかな、なんかちょっと近いかな、内緒近いけど違うけど違う違うあら、はい、違いますか。どうですか社長、わかりますか。社長に聞いてるよ、はい、ではちょっと答え言いますね。答え言ってみます、はい、はい、正解は、はい、正解はちょっと一番最初、はい、3つあるんですけども、はい、もうちょっとだけまた前に出してください、はい、ですね、はい、はい、よかったね、こういう感じで、はい、お願いします、はいはい、正解は、はい、姉川の氾濫により、高地が少なく、うん、年貢を納めるのに副業が必要であったため、うん、ほうほうほう、はい、姉川ね、さっきみたいにね、はい、大雨降るとよく昔そうですね、年貢を納めるのに困っていたということで、うん、何か副業ということで、はい、考え出されたのが金、うん、まあ、はい、産業ということですね、はいはいはい、であと、まあ、その地域柄、湖山川に囲まれて、うん、織物産業に適した湿度があったため、うん、はい、
湿度、はいはい、それと、はい、琵琶湖は、軟水で絹産業に適していた、うんうん、ちょっと今指がごめんなさいすみません、はいはい、うん、あと、はい、あと交通の要所として、うん、あの便利であったということですね、はい、その3つが重なって、うん、あの絹産業が盛んになったということです。なるほどね、はい、まあ、作ったものをねやっぱり売る場所がないとダメだから、ね、交通の便がいいってことはあの大切なことだよね、はい、あ、なるほどなるほど、わかりました、はい、あ、予備知識はグッと、はい、やりましたさあじゃあいよいよね、はい、見たいな見たいな、はいはい、ではあの、うん、紹介させていただく前に、うん、あの私があの北川キルト宝庫さんにあのお伺いして体験してきましたので、うん、そちらの VTR をご覧ください。何体験してきたの、まあ、見ての楽しみ、はい、はい、じゃあ、はいはい、VTR どうぞ。はい、どうぞ。私は今米原市多和田の大見真綿工房さんの前に来ています、ここでは体験もできるそうなので早速体験して紹介したいと思います。あ、1枚に4個、1枚に4個してこうやって4枚重ねて、ああ、高等先生の1枚と、はい、ではこれから下馬という作業を体験してみたいと思います。置いて、はい。あ、手に巻きつけて、はい、で、こっちから、こっちから、こっちから伸ばして、伸ばして、見て、伸ばして、下まで。あ、はい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 。はい。はい、これであと2個できます。これを何回繰り返すんでしたっけ。まあね、今1個でやってましたけど、はいはい、あ、丁寧にやるのは4つずつやってからこういうふうにするんですね。あ、なるほど、うん、なんかちょっと難しいですね。な、根気がいるというか。でもなんか眉がすごいの、思ったよりすごい伸びて、あの切れないというのをびっくりしました。これが、今下馬の作業を終えて乾燥させた角馬綿というものです。で今からこれをあの広げて布団を作る作業をあの私がしてみたいと思います。でこれちょっと伸ばしてみますね。かしこまって、ね、こうやってこうよ、はい、こうでこの辺からちょっとこう横にこう、あ、ごめんなさい、こうして、あ、でこんな感じですか。ちょっと力のかけ具合が難しいですね。難しい、ちょっと難しい、はい、あの離したら、はい、横にギュッと引っ張って、あ、そうですね、あ、そうですね、こうやってで、こういう感じで、すごいこの作業を全部繰り返し て、こう何層にもして、そうミルフィーユの感じですね。130枚か、はい、ちょっと見て、何枚ぐらいします。これね、1キロって130枚。あ、すごいすごい、これこんな感じです。さっきの眉、リバからこのような状態になります。ちょっと今から膝掛けを作ってみたいと思います。こうして、これは同じ大きさで、伸ばしです。あ、伸ばしです。あ、もうすでに出来上がったものですか。伸ばす。で、あのこの膝掛けのキットの中には、そうそう、これさっきの角回ったとこれが入ってます。そうそうそう。あ、これ伸ばしたやつな。伸ばしたものが。うん、あ、じゃあもう伸ばした。ちょっと早くできるように。あ、なるほど。もうそれ出来上がったものはここにあります。大体1個仕上げるのはどれぐらいかかりますか。なんてば、なんでやろ、今30分、今もう30分からへんの、うん、いや、この何や、半分よりもちょっと余計、あの何や、綿は引いたかな、うん、だからね、うん、これ、なんかビニールで、うん、これ、引いて、この何や、あの布の三角をこういうふうに、はい、布等で綿を三角をこういうふうにして、こうしてこういうふうに編む。うん、そうそう。そうそう。これでいい。これでいい。うん。二人でこれ。だってここには口がある。
はい、ちょっとこれ、こっちをこう出して、うん、出していい？出してもらっといて、はい、でくるくるくるともう一回出していきます、うん、そう、ころころと、で、はい、あとはお互いにゆっくりと、くるくると戻していく、うん、あなんか裏向きにかぶせて、そう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 、うん、くるくるくるっと戻していって、ね、ここまで来たら、ここまで来るとな、はい、ここまで来たら、この三角今したやろ、はい、先に、はい、三角を親指と人差し指で持つの、さ先端を、うん、こうやってここに来たら、はい、こうださ、はい、こうやってこうして、先くまでで、はい、うん、で、これで、さあ、ここで、入るので、はい、膝掛けができました。すぐですね、出来上がる10分ぐらいで出来上がる、はい、はい、うん、ありました。ではさっきあの作ってきたのがこのブランケットです、うん、ブランケットが膝掛け、ね、膝掛けですね。ちょっと触ってもいいですか、はい、みーちゃん触らせてもらおう、はい、結構なんかツルツルしてますよね、うん、中が上はね、側はあの、ね、面で作られてる、ね、中がすごいツルツルの感じがふわふわツルツルで、こうシルクの、はい、これなんか本当、ま、もうこう恋してるとすごいあったかくなってくるんですよ、うん、本当、うん、長いこと結構こうふわってしてきて、でも軽いんですね、軽いです、はい、軽いですね、はい、これ彼女が作って、そうそう、売り物にはならないですよね。いやいやいや、私個人的に売り物になりますね、うん、はい、そして今目の前に、うん、あ、持ってきていただいてる、はい、そのハルミの目の前にあるのが、はい、これが、うん、あの眉ですね、蚕、ね、から作った眉です、お蚕、はい、さん、はい、ちょっとこう中に、はい、が入ってます、高さ言ってる、からから、はい、乾燥してますけどね、はい、はい、聞こえる、わこれでハルミ、はい、どのくらい眉1個から、眉1個からだいたい1500、1500ってメーター、メーター、メーター、うん、すごい伸びるんですよ、すごく、うん、1500m とか 1.5 キロです、そうそうそう、そんだけ取れるんだ、すごいね、はい、そうそうそう、あのビデオの中でこう伸ばしてたのが、はい、すごい伸びがいいなと思って見るとね、そうです、すごい伸びが良くてすごく強いんですよ、束ねるとものすごく強くて、あの手がちぎ、本当に手もちぎれるくらい、はい、うん、さあじゃあちょっとでは、はい、そうですね、ではこの、まず布団作りの工程を写真を見ながら、うんうんはいはい、確認したいと思います、はいはい、お願いします、はいはい、まずは、はいはい、まずは眉の写真いきましょう、はいはい、じゃあお願いします、写真、はい、これは、まあ、眉タギって言って眉にをしたんですよ、はい、眉に今持ち手の眉ですね、はいはい、眉のざまがこうやって、はいはい、煮てね、はい、眉をだいたい2時間煮るんです、はい、はい、そしてなあの柔らかくした状態で脱水して、うん、あの角回ったの下馬掛けに行くんです、下馬掛けね、はい、そうそうそう、あのなんか剥いて、剥いてね、ですか、あ、虫を出してね、中の虫を出して不純物取って、そして枠にかける、これ下馬ですね、下馬、はい、下馬っね、さっき私があの体験したものですね、うんうんうん、最初の方やってましたね、はい、これどのぐらい時間かかるものなんですか、そうですね、これやったら一人だって、うん、どうやろうな、 2,3 分でできるんちゃうかな、そんなに早いんだ、うん、できますよ、あのプロだとね、プロだとね、プロだとね、はい、私時間かかりましたけど、プロだとさえができるけど、私後ろで後ろでさえがもう本だけはちょっと、あ、なるほどね、はい、はい、そしてでか、ただこれからもう、うん、なに下馬掛けした後、うん、あの一昼夜一応あの水に浸して、はい、不純物を取って、そしてこれを今度脱水して、うん、そしてあの綺麗な3枚か4枚。やっぱこう色が竹竿にこう大体室内で乾燥するんです。竹竿に。はい。これを大体2日ほど、うん、まあ2日3日乾燥して、そしてあの乾いたものがこれになる。これ今映ってるんですね。で今日ね、あの実物を持ってきてもらって、はい、それです、それです、はい、こちらですね。これが大体あの眉が大体20個から22、3個ぐらいの、うん、あの真綿です。角回ったんです。軽い。
麦ちゃんちょっと待ってね、はい、これで、あ、ありますか、うん、これでどのぐらいの重さなんですか、うん、これでだいたい重さってすごいですね、肉2グラムぐらいかな、あ、そうなん、うん、軽い2グラムぐらい、まだちょっとあれあのよく見るとね、うん、ほら眉の形がちょっとちょっと見えないところ ね、 ね、見えますね、これを何層も何層にもしてミルフィーユ重量にして、ね、これだいたい4層、4分割、ね、ああ本当だ本当だ、ね、こんな薄いのにさらにほらちょっと、ね、あの北川さんカメラの方でほらほらこういうの、おおすごい、これ4分割、はあ4分割になれたこれ、これは大体これ1枚が大体あの何4、5個眉4、5個です、4、5個、うん、これがいやこれさっきすごい伸びが良くて、あふわなんかしっとりしてる、ね、なんか肌に良さそうですね、これは肌に、はい、あそうです、うん、これは肌にこれを使って飲んで、はい、これを飲んで、まあ、さっき手引きっていう作業ですよね、最後にこう伸ばした作業ですよね、はいはいはい、ありましたね、はい、高君最後の手引きっていう10番の写真、ああこれね、はい、それは手引きです、これを何層にも何層にもこう重ねて布団にするんですよね、うん、そうそう伸ばして、これ1日に布団どのぐらい何個ぐらいとか何枚かできる、うん、だいたい何枚中でだいたいもうなな2人1組で、うん、だいたい3枚ぐらいかな、うん、1日3枚ですよ、3枚すごい、うわ3枚、うん、なんてこれを引っ張るだけが大変です、ああそうか、うん、すごく手間かかりますよね、手引きなんだ、機械じゃなくて、ね、うん機械じゃない、はあ、うん、ここでは引っ張れへん、そうですね、そうですね、さあで春に続いて、はいはい、うん、ね、ちょっと質問なんですけども、うん、ちょっと初歩的な質問で、まあ、綿綿っていうとまだ木綿は、まあ、あの綿を想像するんですけども、うん、真綿っていうのはやっぱり絹のことを真綿っていうんですね、シルクのこと、はい、そうだそうです、そうそう、はい、あ、植物と動物との差です、はい、はい、で、うん、あのそのまあ木綿とその真綿、木綿も綿と真綿の違いというのはどういうことがありますか、真綿はやっぱ超繊維なの、長い長い繊維でできた、はい、で、あの綿はやっぱりもう短いんです、あ、はい、へ、超繊維だとこうなんという、ほこりは出ない、はい、そしてこの繊維のあの一本にね、うん、ストロー式になったんです、あ、こう空間層があるんですね、空間があるんです、はいはい、一本の中に、はい、この中にもあるんですね、それで水分の吸収とか、うん、なんとかしてこう調節するってことですね、調節する、湿度を調節するっていうこと、あのほら外国から入ってきたダウンジャケットね、あれ水鳥のね、うん、そうですけど、それよりもそれよりもこれカメラの写真ちょっと大変だと思う、これすごいですよ、超繊維、うん、うわあそうなんだ、でもほら絹の糸ってね、うん、あのね絹の糸に、あ、はい、雲の糸かあれはアクターがぶら下がってとか、ね、ああ、でもそれをね登れるかもしれないですね、そうね、すごい強いので、すごいね、へ、はい、そうなんだ、あ、うん、はい、あと、これ種類っていうのはどうなんですか、結構いろんな種類あるんですか、眉種類は4種類、あ、本当、はい、中国真綿、あと国産乾燥眉、うん、国産生眉、うん、それとあと国産黄金眉というのがあるんですけども、うん、黄金眉、はい、北川さんのところで黄金眉も扱っておられて、あ、あれ、そうですね、これ色つけたんじゃないのね、そうです、珍しい、はい、珍しいんです、です、はい、これはどこからの、これもあの同じ愛媛の与那から、愛媛からの仕入れで、はい、またこの白いのとどういうふうな違いがあるんですか、うん、いや、あの違いはやっぱりあの蚕班が違うんですよ、糸は、うん、もう初めから黄色いって出す、本当だ、今写真写って、すごい綺麗ですよ、すごいツヤツヤして綺麗ね、黄金回ったってすごい、しかも本当色つけたじゃないですよ、これが自然の色なんです、自然です、めっちゃ綺麗ね、それの織物もよろしいです、なんかレモンイエローっていうか、すごい天然の色ってすごいね、自然のこの妙は素晴らしいな、はい、そうなんですね、これちょっとあのそれで気になるのがさっきのあのこのブランケットとかね、うん、それからあの布団、お、そうそう、ね、布団なんですけど、はい、これちょっとあの製品、あの北川さんのところどんな製品作ってるんですか、製品はもう撮影してないな、うん、あ、
そうですね、あのね、ストールとかもありますし、あとブラ、あの、あの、まあ、一般的に今も布団の生産はやってるんですけどね、うん、あのね、綿の素材と、そしてシルクの素材とで、うん、中にもアダイエでやってます、うん、はい、ストールとか、あとこうチョッキというかこう、はいはい、ベストですね、はい、ベストやら、うん、でも扱っておられるんですよね、うん、今年はでも、ね、あのショールを、あ、そうですね、ショールこれですね、新作をしたんです。お、これが素敵ですね、絹のショール、そうそう、ちょっと触って、オールシルクです、オールシルクの、でもね、あの、うん、これとはまた違ってすごい張りがある、ね、うん、ね、うん、これもうシルクの糸で、あの、全部シルクなんです、そう、ちょっとお値段聞くのが恐ろしい感じがする、高いです、高いね、間違いなく、あ、国産、日本の絹純国産って書いてある、この札がちゃんとついてる、はい、これはもう日本のおそちょっとせっかくなんで、あの、広げてみましょうか、この、ね、グラデーションのこの色合いもすごい素敵よ、着物に合いますね、着物に合うね、中にまた合ってますよ、中にまた、ちょっと暖かいですね、本当だ、温泉もあるんですね、また、まあ、頭入ってるね、はい、ここね、色のこのところとかね、はい、うわー、綺麗、これあのどのぐらいの眉が使われてたっけ、これはね、それでね、製作ものによって違うんですよね、どれぐらいなに、9枚ぐらいやで、そうやな、眉やとさやがどうやろう、これ9枚で、うん、大体あの20枚が1枚でな、うん、肉18、ほや、うん、180個ぐらいか、うん、180個ぐらいが使われてる、うん、180から200個ほど作ったの、うん、長野真綿は、うんうんうん、ほいで縁はもうシルクの生糸でやったんですよ、先に画面で見てやって、この工法もあの北川さんとこだけですかね、うん、そうや、あ、そうなんだ、これはもううちも独自の、そう、独自の方法が、はい、で、あの、この工法はいつからされてるんですか。そう、自分が今、まあ、84になったんやで、まず、何しても60年ぐらい、まあ、で、まあ、マータに関しては大体3代続いてるんですよ、はい、戦前3代続、はい、ずっともう子供の時からもう子供の時からもう前に関してはもう、はあ、マータに関しても、あ、はい、うん、あ、どうしよう、あの卵の写真を撮ってきたんですけども、そうですか、はい、じゃ卵の写真ちょっと見てもらう、あの、うん、眉の卵、カイコです、はい、カイコの写真ですね、はいはいはい、まずこれこういう風にね、はい、オスメスと、はい、あの種類を分けるために、はい、あのピンクとか、まあ、あのね、なんて言うな、あの紫もちょっとつけたりなんかしてば、はい、種類別にするんですよ、性別に色をつけてるんですね、うん、なるほどなるほど、はい、でこれが卵ですね。卵。大体、うん、あの、ガーが卵を踏んでなすのは大体最初は黄色いんです。はい、え、ちょっと待って、このあの一つの入れ物の中に、ね、左側に。大体200です。あ、大体200。ガーの親が卵産んだ卵。そう200個の卵。200個です。へー。うん。はい。それは何だかという日が経つにつれて、こういうな、あの黒ずんだ、まあ、コンみたいな。あの、はいはい、卵になるんです。成熟されるこれをね、あのね、わしにあの卵を踏むので、あのヘラで取って、それで貯蔵するんです。これをだいたい標準の温度で、うん、だいたい12度ぐらいの温度で1年間、うん、1年間、1年間加工する。これも毎年繰り返しやるよ、うん、そういうの施設あるんですよ。あの昔お蚕様ってね、そうそうそう、様です、つけたっていうんですけど、本当に様ですね、様です、お蚕様なんで、はい、ね、このちっちゃい柄、うん、こんだけ素晴らしいのを見出してくれるんですよ、10センチぐらいなんです、次あの蚕の写真ですよね、蚕の写真ありますよ、これ、あ、これでお蚕様ね、はいはい、何の葉っぱだっけこれ食べるの、クワ、あ、クワ、うわ、はい、これもうちの母も、うん、あの子供の頃、うん、あの家にそういう蚕の箱があって買ってたそうです、あ、そう、うん、あの、うん、各家庭に当たり前のようにして買われてもう解雇出てあの、ね、な5万かぐらいで一枠に 10万ぐらいいるかな、うん、もうちょっとこう、うん、ね、食してる時はそのやがましい、そうですね、カサ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 家の中で音がするらしいですよ、そう、はい、では、の、うん、田和田は真綿の生産が盛んだったということなんですけども、はい、かつてどれぐらいの生産量があったんですか、うん、大体ね、3ヶ村で400個、
400個の個数があったんですよ、うん、そんなに。それで大体一軒にね、あの3人ぐらい の, あの女工さんっていう女の子、あの、うん、もう娘さんや女の子がいたんですよ、はい、これで40個でやると1200人で通ったんですよ、うん、これをほんで、あの常時この、ね、ま、眉から真綿に生産してとさえが、うん、大体ね 1日 の, あ の, あの生産の盛んな時で、うん、朝5時から、うん、夜10時まで、今の下馬鹿の座りっぱなしで、うち作業してます。すごい。今の時点でうちで、まあ、あのね、奥さんにやってもらってるのは、だいたい1日で2000個。2000個。お伝えがだいたい回たにして、あの何、500g。500g。え、はい、でも2000個やっても500g しか取れないんで。ほんで、戦後、まあ、若い人は、あの 1.5 キロやったの、1キロ500、うん、5時からやって11時までやった、すごいですね、それはちょっと、うん、ほら映画でね、富岡製糸工場でね、うん、長野県とか群馬県かの方にね、ある、あるでしょ、ね、女工さんの、はい、女工さんの、ね、やっぱりかなり重労働だって言って、ね、大変だったんですね、大変だったんですよ、ね、この仕事は。でもやっぱりそれをするだけの、そのまあ価値あるものが、そう、まあね、あの昔からの、まあ、伝統産業の社会に、うん、やっぱり今もやっぱし、あの残しかなあかんというので立ち上げたのが大見又の振興会です、うんうん、これそうするとあの今現在田和田には北川さん、うん、2軒2箇所です、全国で5軒、全国で5軒、はい、そのうちの2軒が北川さん、福島に行って、はい、大変貴重な工房ですね、本当ですね、本当だね、はい、わかりました、うん、全く工房というのは同じなんですか、そのと、あの昔と、うん、昔一緒、同じ、あ、ずっと、これはもう機械ではできないし、うん、そしてやっぱし根気よい仕事です、これは、うん、根気よい仕事、うんうん、貴重ですね、でも、はい、うちもまあ、ね、な娘3人やけど全然もうね、たさえられへんねん。あ、ちょっともう、あ、これに。弱ってんのね。もう後継じゃない。後継者とかも。後継じゃないで弱ってんね、はい、そっか。でも、あの、ほら、最近はまた、例えば都会とかでね、あるいは若い方で、そういう伝統産業に飛び込みたいっていう方もなくはないので、ね。なくはないね。まあ、農業もそうですし。そうそうそう。なくはないけどな。なかなか長続くせんね。ああ、そうか。だからそういういい出会いがあるといいですね。うん、そうや、うん。出会いがあるといいんだけど。ね、まあでもねな、このまた製造に関してはちょっとやっぱ悲観的やけど、まあ、だん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 と衰退していくんじゃないかなと思ってるにはいるんやけどな。うん、まだこの引っ張る人は今日さん。うんうんうん。うん、引っ張る人はもうあるさかにな。でまあなんとか。うん、こっちを長生きして維持していかなかったなと思って、ね、長い本当です、そこが問題ですね、そうですね、やっぱり、ね、継承ということですね、うんうん、どこのやっぱり匠の、ね、職人さんでもやっぱりみんな後継じゃない、うん、あれだと思いますよ、はい、うんうんうん、でもやっぱりこの機械では生み出せな ないこのね独特の手触りと、うん、ね、この絹の滑らかさこれやっぱ手作業ならではっていうことなんですよね、一人一人違うんです、ね、そう一つ一つ違うっていうのがやっぱり、うん、一人一人違う、ね、うん、これが素晴らしい、はい、今日はすごい貴重なものを見せていただいて、貴重なね、お話も、はい、ハルミンすごい貴重な体験してきたね、そうですね、あの体験は、うん、あの予約していただいたら、うん、あの北川さんにさせていただきますので、あ、そうですか、はい、うんうん、それではいいで、ね、体験されたい方は、はいはい、はい、ですね、はい、大見又振興会さんに、うん、電話 0749-54-0227、体験予約とか見学の予約をあの電話してあの、うん、問い合わせください。はい、はい、これお一人でも大丈夫なんですか？一人でも、あの20人までぐらいやったら対応できます。1人から20人。はい。でそれでなんかこう体験したものをこう自分であの例えば買って帰ったり、うんうん、これです、あ、これですね、これ、あ、これは、あ、はい、え、すごいいいですねこれ、はい、これ体験であの、うん、今あの降りて米原さんっていう、うんうんうん、あの米原市の特産品のサイト、ね、インターネットのサイトがあるんですけども、はいはい、そちらの方で紹介されてますので、はい、まあ、あの今やったら今出てますね、はい、そうですね、はい、こちらの方にこうアクセスしていただいて、はい、このような画面が
出てきますので、はい、はい、ここでまた紹介されてますね、ここにね、大見回った、はいはいはい、はい、ここで今ならちょっと安いそうなので、あ、そうなのね、はい、今から 30% オフで はい、出てきますので、ぜひそうですね、検索してみてください、この上手前原さんね、まあ、前原市のね、はい、そうですね、あの商工会さんのサイトということで、はいはい、いろんな前原の特産品などもね、あのその生産者の顔の見えるものということで ね、ご紹介されてるので、はいはいはい、こちらもぜひ、またこちらもね、あの番組の方にもね、いっぺん出ていただきたいなと思ってるんですけどもね、はい、こちらで見ていただきたいと思います、はい、はい、うん、あ、ありがとうございます、はい、最後にじゃあなんかね、ちょこと、なんかあの、うん、おっしゃりたいことがあれば、はい、お願いします。いや、何聞いてもな、うん、これやっぱり自分も高齢化になってきて、うん、やっぱ後継ぎの問題がありますのよ、うん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 、でまあ熟知して、まあ、継承していく、継承して習ってもらって、うん、それも毎日毎日の仕事やな、うんうん、はい、うん、辛いと思います、うんうん、いやでもこの素晴らしいものって、ね、やっぱりこれを絶やしてしまうとね、そうですね、絶やすのも辛いし、ね、はい、辛いですね、はい、続けていくのも大変だと思いますけど、ね、はい、大変です。でも私たちはもうちょっと頑張ってってしか言いようがないんですけどもね。はい、まだこういうところから。本当だね。はい、うん、どうだった？うん、あの春に体験して今回、そして取材して。そう、なんかほとんど全部手作業なんで、うん、もうね、今ならこう機械化してどんどん出来上がるときに1日2、3枚しかできないっていうのもね。うん、でこの作業もすごい時間かかりますし、うんうん、あの結構コツがいるんですよ。あ、そう、こう私最初やった時すごいあの寄ってきたり、うん、こう均等にやらなきゃいけないんですけども、うんうん、指の手加減のこの手加減の仕方とか、うんうん、ちょっと熟練のっていうか慣れないとできないですね。でもお手伝いさしてくださるんですか？であの、うん、ですね、無論無論です。めぐちゃんどうよ、見ててやりたくなったとか、うん、欲しくなった、欲しくなりましたね。ちょっとこれ狙ってるんですけど、あんまちゃんにも使えますよ、ね、そうね、すごい軽いからね、本当だ本当だ、保育園とかね、赤ちゃんのプレゼントにも、プレゼントにもいいですね、それそれいいかもしれない、ね、あの軽いから、うん、はい、ね、このきなりの色もいいですね。そしてもうホーリアデンサガに環境にもいいし、アレルギーを持った方ぴったりです、ぴったりです、ストールもいいね、アレルギーの人も、ね、お肌もツヤツヤになると思います。お肌ツヤツヤ、このキーワードが最後にどうずっと ね、はいはい、よいですかね、じゃあね、はい、はい、ということで、じゃあ今日のね、この特集は、ハルミンターンの時、じゃあもう一回ね、これおさらい、はい、はい、今日は、コウ君匠の技、大見回ったを紹介しました、はい、はい、ね、北川さんでした、はい、あのお元気で頑張ってくださいね、はいはい、これからもね、はい、どうもありがとうございました。まあ、し特集でした、ありがとうございました。さあ続いてはね、今週のおすすめ情報もあります。こちらのチラシご覧ください。はい、さあ今週末ですね、9月12日土曜日、予防校のそばで羽衣マルシェが開催されます。6月から始まってね、すっかり第2土曜日のお楽しみとなりましたこの羽衣マルシェ、今回は青空市としまして、地元のお惣菜ですとかお菓子やパン、飲み物、そして雑貨の販売のほかに、手仕事体験や革ポーチのね、作る体験などもあります。そして恒例のお楽しみイベントとしましてはですね、お月見祭りと題しまして、まず午前11時と午後2時の2回振る舞い餅つき体験、そして日だまりセカンドさんの路上ライブ、そして夜は6時からお月見を楽しみながら予後湖を一周するナイトウォークも開催されます。こちらの予後湖ナイトウォークの方は雨の場合は中止となります。定員20名で予約が必要となっております。ね、その他にもですね、羽衣スタンプラリーが開催中なんですね。チラシの、 あのこのね、右下、表面
トップのチラシも一回、そう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 、この右下の方にあるね、印のついてるところ、横丁内のね、スポットをめぐって3つスタンプを集めて応募していただくと、なんと抽選で100名の方に黒壁のガラス製品がプレゼントあるんですね。私も結構3カ所以上回ってからもらえるかなとか思ってるんですけどね。はい。そして羽衣フォトコンテストも開催中です。こちらテーマは横子であれば、18歳以上の方ならプロアマ問いません。応募締め切りは9月30日必着です。で、あの対象の方には賞状と副賞としてウッディパルのヨゴの宿泊券ですとか、準対象にはヨゴの新米20キロ、20キロですよ、新米20キロ、ね、はい、そう、入選の方にもね、ヨゴ湖の特産品などがねプレゼントされるということで、そうですので、ぜひねふるってご応募してみてくださいね。あのヨゴ湖ね、道路工事してたんですけども、この間もう全部あの終わりまして、無事ね1周7キロ通れるようになってます。10月のね最初にはね、横湖マラソンとかね、はい、開催されますね。で、あの担当スタッフの白石さんから、お天気がちょっと心配ですけれども開催予定ですと、マルシェで開催するシャボン玉で遊ぼうっていうコーナーも、はい、それ用の大きいシャボン玉作りにも今ね特訓中だということだそうです。はい、楽しいイベントですね。はい、ぜひ遊びにお越しくださいとメッセージいただきました。羽衣マルシェは9月12日土曜日午前10時から午後の4時まで、場所は長浜市横町の横湖観光館前です。詳しいお問い合わせは横湖活性化委員会事務局、一般財団法人湖北水源の里づくりにあります。電話0749-86-8037番までお問い合わせください。 Facebook ページなんかも、ね、ありますので、最新情報をそちらでチェックしてみてくださいね。ということで、横からの、ね、イベント情報をご案内しました。さあ、気になる、今週末のお天気参りましょうか。はい、あゆちゃん、ね、お願いします。週末の湖北のお天気です。はい、9月12日土曜日、曇りのち晴れ、最低気温19度、最高気温30度で、降水確率 30%。 9月13日も同じく曇りのち晴れ、はい、最低気温 20%、 最高気温 30%。 はい、はい、で、もうちょっとアップで30度です、ね、お願いできますか。はい、そうですね、はい、はい、うん、はい、で、降水確率が 30% になってます。お、じゃあ大丈夫じゃん今週は ね、うん、そうです ね、 ね、うん、当ててもらおう、そろそろめぐちゃんの、ね、雨も降り尽くしたということで ね、 ね、はい、昨日京都 で、 で、ね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして来週の予告参りましょう。来週、はい、あ、春美お願いします。はい、はい、来週は、9月16日水曜日、芸達者の揃う町、長浜市七条町をお送りいたします。ここね、あの前もね、あの能舞台があって、おのをね、うん、こうずっとね、あの伝統として、うん、文化として皆さんで維持管理されてきたというのがあるんですよ。で、なんと、え、芸達者、ね、なんか、ね、今度劇団もね、なんか立ち上がったらしいんです。はい、そうなんです、すごい街です、すごいですね。ね、そうそうそう、すごいんですよ。はい、あ、これ何？なんか水戸黄門っぽい感じ。そうなんです。ちょっと私もよく出てますよ。しかもちょっとマジシャン、私もあの内容分かってないんですけども、うん、こういうすごい多分面白そう、ね、いろんなものがある。ね、そうですね、はい、来週はこの七条町会館から、ね、はい、お送りします。来週もどうぞアクセスしてくださいね、はい、ということで、はい、さあ今日もね、たくさんゲストをお越しいただきましてありがとうございました。はい、さあ、あのね、台風情報ね、気になるところです。まだ警報解除にはね、まだなってないということだそうですので、うん、はい、引き続きね、あの気象情報に十分あのチェックしていただいて、ね、どうぞ怪我とか事故のないようにね、素敵な週末をお過ごしくださいね、うん、それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい、さよなら。